学講座。どうも、たかやです。天野です。さて、新科学講座もいよいよ最終回、ラストテーマは私たちの住む太陽系についてです。はい、太陽系の惑星はまず水、金、地、火、木、土、天、海、冥ですね。たかやさん、今のは20世紀末に流行った大好きなアニメのコスプレです。途中からあれでしたけど。あれ、まあいいわ。そう、まずは9つね。でもその後の外宇宙探検や宿体レーダー観測によって太陽系は大きく様変わりしたの。高谷さん。はい、まずは1999年に発見された第10番惑星魔王星、これが地王星、次いで神夏木星、そしてこれが太陽系絶対防衛線の作戦聖域となった第13番惑星雷王星です。最後にこれが太陽の晩星ネメシス。約2分の1光年離れた軌道を回っています。さすがは高谷さん、よく知ってるわね。アニメ見てから興味持っちゃっていろいろ調べたんです。えらいぞ高谷、好きこそものの上手なれ、何事も努力と根性だ。はいコーチ、愛と正義ならぬ努力と根性の美少女戦士というわけですね。え、美少女、誰が。いいです、もう。それでは皆さん